俺がエクセ。おう、久々だな。最近俺の回が多かったからな。確かに、なんで会話ばっかり。ワンキリの方が動画映えするからな。めっちゃ大人の事情じゃん。だが俺はついに見つけたんだもん。ダモンテ手札誘発の代わりに神を入れたこのデッキならば会話より再生数が取れる。生々しいな。伸びたらキヨキヨしいぜ。すがすがしいな。本田圭介が言い間違えたやつ。本田くん、だからそっちの本田じゃねえって。相手は楽園か。勝てるのか遊戯。大丈夫、今ボケ倒してる間に凶悪な盤面を作っておいたぜ。ボケ倒してる自覚あったのね。いや、ボケてたのはマリクだろ。おめえだよ。なんか相手の動き止まったぜ。頭も引いたな。あれはゴキブリ。接触するじいね。何回やんねんこのくだり。ドゥイン。しかしマジシャンズコンビネーション強いな。永続トラップで何でも無効にできるぜ。せー、ドラゴンを呼ぶ。変な遊びすんな。そろそろ終わらせるか。え、もう勝てるの。当たり前だのクラッカーだぜ。古いな。神を呼ぶぜ。もうやっと。イデオ太陽神ラーの翼侵入。ラクト。ついでにブラマス。ついでとか言うな。ドゥイン、かっこよく決めてくれよ。ゴッドブッゴ。ああ、噛んじゃった。かっこ悪いな。デュエル開始。何もせっせんのか。相手もワンキルか。多分ヌメロンだな。ほのれヌメロン。この間カタボルトタートル出されて負けたもんな。このクソ状感情にして返して。やっちゃえ会話。いや待って、この尺決着がつくには早い。確かに尺から推測すな。ほら、うん、まあ俺もそんな気がしてたけど。ワンキル失敗だ。だがこのデッキがワンキルだけだと思うな。まだなんかあんの。見せてやる。次のターンが来れば。わあ、フラグっぽい。俺生きて帰ったら今の草むしりするんだ。フェリスの微妙なフラグ。相手のこの動き、ワンキルはないな。でもこっからどうやって勝つんだ。ハルチメットゾー。そういうことか。うん、進化した最強ドラゴンの姿その目に焼き付けるがいい。ネオブルーアイズ、ハルチメットドラゴン。ネオブルーアイズ来た。逆転だぜ。サレンダーするなら今のうちだぞ。あ、なんでや。なんでサレンダーするんや。もうお前が進めたんじゃん。デュエル開始。何、まずい。駐車女性だ。俺のプラマチか。かなりまずいな。だがこのターンで敗北はない。残念だったな。何が。マリクのカード借りるぜ。マスコラーの翼侵入の弾。スフィアモードな。まるでサッカーだ。どういうこと。サッカーといえば最近解説頑張ってるよな本田君。それは本田圭介な。え、そうなの。いや、そうだよ。気づかんかった。お前もかよ。いい。あ、ケーラテックテキスト。神は正確にテキストを唱えたプレイヤーの忠実なしもべとな。ラーメン食べたい、ラーメン食べたい。ちゃんと唱えて。よし、それでいいのかラーよ。いいだろ。よかねえだろ。そして来い、ラーの翼侵入。しゃあ、このまま決めろ。何勘違いしているんだ。今日さらにもう一体神を呼ぶぜ。来い。お尻、オチリス。お尻って言うな。2体の神が並んだ。相手の場にカードはない。あと、オチリスの攻撃で勝ちだ。ラーバ捕まないぜ。2度目の票。神よ、敵を殲滅しろ。超伝導波、お尻ビーム。最低の技名だな。デュエル開始。今日はサクッとワンキルしていくぜ。これ前のと同じヒーロー。いや、高校ワンキル型の融合ヒーローさ。ワンキルか、いいセンスだ。お前ら本当にワンキル好きだな。動画映えするからな。そんな大人の事情なの。俺からすればまだ地味すぎるぜ。結界像ビート使うとかさ。そっちの方が地味だと思うよ。結構ファン構築っぽいね。ファン構築、超能築のイントネーション。キモイルカを使うぜ。キモイルカ言うな。融合召喚、エレメンタルヒーロー、ブレイブネオス。ブレイブネオスには召喚演出あるんだ。なぜネオスにはないんだ。あ、トラウマが。己運営生かしておくか。運営に喧嘩やめて。ほらフレームリングマンには演出あるから。あ、本当だ。じゃあまあいっか。軽いな。赤ドルフィンの真似。え、エコーロケーション。ペペ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 ペ